ゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイカラーは、1998年10月21日に、任天堂が発売した携帯型ゲーム機。同社のゲームボーイの次世代機。略称は GBC。ゲームボーイの上位互換機として開発され、ゲームボーイ用のソフトも動作する。画面が4階調モノクロだった。ゲームボーイに対し、32,768色。 中最大56色表示可能になった。ただし、56色まで表示されるのは、ゲームボーイカラー専用もしくはゲームボーイカラー共通として発売されたソフトのみで、以前のソフトは4から10色のカラーが割り当てられる。表示画面として、シャープが開発した反射型カラー液晶、スーパーモバイル液晶を採用、従来のカラー液晶と比べて、 バックライトを持たないため小電力化されたほか、屋外での視認性が向上した。また、追加された機能として、モノクロ用ソフトにおける起動時の配色選択と赤外線通信機能がある。後者の赤外線通信機能は、ゲームボーイアドバンスに継承されなかった唯一の機能である。従来の機種にあったコントラスト調整ダイヤルは、液晶の視認性が向上したため、 ユーザーが調整する必要がなくなり、ユーザーが触れにくい位置に移動している。本機では、起動画面が変更され、ゲーム開始までにかかる時間が従来より、大幅に短縮された。カラー液晶ディスプレイ搭載の携帯ゲーム機としては、日本国内では1990年のセガのゲームギア、NECHE の PC エンジン GT 以来8年振りのリリースとなる。また、ストラップホールが、 初めて実装された任天堂のハードでもある。ゲームボーイから専用ソフトの開発には CPU の倍速クロックモードが選択可能だが消費電力も上がり電池寿命が短くなるため指定のレジスタに値を書き込むことで CPU クロックモードをいつでも変更できる仕様になっている。このクロックはシリアル通信と赤外線通信の通信機能にも利用されており 通信速度も高速モードが使用できるようになっている。モノクロ用カートリッジを指して起動した際に、モノクロ4階調に対して、ハード側で4から10色のカラーを割り当てる機能がある。背景の配色が4階調、キャラクター表示などに用いられるスプライトが3階調、10色の配色を2パターン持つため、4プラス32で最大10色である。 背景とスプライトの表示色を変えることによって、従来背景にうずもれてしまっていたキャラクターが見やすくなる反面、本来意図されていない見え方になることも多い。配色は12パターンあり、十字キー4方向と A、B ボタンの押し方により選択できる。一般的なソフトでは、背景が緑系統で、スプライトが赤系統の配色がデフォルトだが、任天堂のソフトは種類によって、 デフォルト配色は異なり、コマンド入力では出せない、特定のソフト専用の配色が用意されている場合がある。例えば、ポケットモンスター赤、緑ではそれぞれ赤、緑を基調とした配色が選ばれ、星のカービーでは専用の紫調の色彩になる。スーパーファミコン向けのスーパーゲームボーイシリーズの色、選択機能の光景とも言えるが、両者に互換性はない。は スーパーゲームボーイ対応ソフト、まるは、ゲームボーイカラー対応ソフト、は、ゲームボーイカラー専用ソフト、は、ゲームボーイアドバンス SP 非対応ソフト、は、ニンテンドー 3DS バーチャルコンソール対応ソフト。1997年当時、ニンテンドーは、ゲームボーイの次世代型携帯ゲーム機として、いきなり、ゲームボーイアドバンスを開発するつもりだったが、 ソフトメーカーからのカラーでの携帯機種をとの要求から急遽開発、発売されたものである。本体の標準色はアメリカ合衆国の市場調査で最も人気のあった色として青紫が採用された。この色はゲームボーイアドバンスと任天堂ゲームキューブの標準色として受け継がれる。また、青紫は男性的な青と女性的な赤を合わせた。 中性的な色という意味合いもある。日本国外向けには本体色はパープルとクリアパープルだけにする予定だったが、後には海外でも日本向けと同じ色の本体や海外版限定色であるキウイ色の本体が発売された。また発表当初の試作品と製品版では液晶部分のデザインがやや異なっている。ゲームボーイカラーの発売以降、タイトルによって 例外もあるが、ゲームボーイカラー共通ソフトは、黒色のカートリッジ、カラー専用カートリッジは、スケルトンとなり、従来の灰色カートリッジと見分けがつくようになっている。初のゲームボーイカラー共通ソフトである、ドラゴンクエストモンスターズ・デリーのワンダーランドは1998年9月25日と、本気に先駆けて発売されている。このカートリッジには、 発売時期によって従来の灰色カートリッジとカラー対応を表す黒色カートリッジの2種類がある。画面描画中にカラーパレットを書き換えることで56色以上の表示が可能である。任天堂64用周辺機器としてスーパーゲームボーイ3が出る予定だったが展示会出展用の専用機器が作られたのみで市販はされなかった。そのため、 ゲームボーイカラー専用ソフトはゲームキューブの周辺機器であるゲームボーイプレイヤーが発売されるまでの4年間末置き型ゲーム機では遊べなかった例外としてポケットモンスタークリスタルバージョンのみカラー専用ソフトながらポケモンスタジアム金金と 64GB パックの組み合わせによりニンテンドー64上で遊べた通信ケーブル接続時の状態以下の他 ゲームボーイポケット用周辺機器も使用可能。ありがとうございます。